優勝戦四号艇の山内哲也選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は三コースからコンマゼロ号のスタート。うん、強気に攻めて出ての二着で打つということになりました。順位振り返っていかがでしたか？うん、スタートはちょっとフライングきたかなと思いました。はい。はい この日はまた風向きが前半走られた時とはちょっと変わってましたかね、うん、ちょっと難しかったですね今日ははい。節間を通しても風がビュービュー吹いて、ね、非常に調整面でも難しいシリーズだったかと思いますが、うんはい、足の方としてはどんな感じなんでしょうか、えー、ちょっと伸び寄りでままあ、まあ普通ぐらいかなと思います、はい、はい。2連タ率が50%のエンジン回る中でこの32%を考えたら、うん ちょっといいかなと思います。はい、優先、はい、最終日には平山選手と競り合いながら競り負けることなく一着でしたが、<laughs> はい、はい、ギリぎりでしたけど、はい、はい、タイプとしてはじゃあちょっと伸びの方にちょっと伸び寄りですね。はい、はい、伸び寄りに持って行ってはい。他の部分はどうですか？そのか,かりとかはいいんですけどね。はい、あとはもう普通と思います。はい、はい、しっかりと得意の小島で優勝戦まで乗ってこられました。<laughs> はい。はい 枠は4枠で、はい、山内選手のイメージもありますけれども、はい、これはもう挑戦面では大きく変えずそうですねはい、わらはい、そんなに変えないと思いますスタートに集中ではいわ、はい、かりました今年はこれが6回目の輸出で前回の優勝は20年1月の美輪湖となっております小島では5回目の優勝がかかる一戦です<ー>ファンの方に一言お願いします、はい、スタート遅れないように頑張ります